Konami is winding down support on Power Pro Baseball 2024, both the Nintendo Switch and PS4. Now, the game saw 2 years of updates spanning across the 2020 and 2021 Nippon Pro Baseball seasons. Now, today, I just kind of want to take a look at one of the most time-sensitive features that the game has to offer, the live scenario mode for the Japan series. Danny from the Famicast here. If you're new to the channel, please be sure to subscribe and turn on those notifications. Leave us a comment down below, and we may read it out on our bi-weekly show called the Famicast. Today, and I'll shut up soon so you guys can check out the footage for yourself, but we're taking a look at the live scenario for the 2021 Japan series in Power Pro Baseball 2020 on the Switch. Now, in case you didn't know, the Japan series just wrapped up at the end of November 2021 here, with the Tokyo Yakult Swallows coming out on top over the Oryx Buffaloes 4-2 in the series. Now, I got to check out all the games in real time here, and man, as a baseball fan, it was a real treat. You know, pretty much all the games were competitive, back and forth type of affairs, which is quite different from like 2020 and 2019, where the SoftBank Hawks just thrashed the Giants. Now, this kind of update here is some of the last significant updates coming to Power Pro 2020. And honestly, even if you're were to just jump in right now at the end of this game's 2 year cycle, I don't think you'll be disappointed when it comes to content. Now, for more on the game overall though, be sure to check out my review if you haven't already. In the meantime though, sit back, relax, and enjoy some baseball. Before, I'll just kind of close out here with me, and like I said, I'll shut up here in just a second. This has been Danny from the Famicast. Drop a like or whatever the hell you want if you like what you see here. And yeah, we'll catch you later. Thanks for watching, guys.京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対東京ヤクルトスワローズ、このゲームの模様をお送りいたします。バファローズの先発は右の山本、対するスワローズの先発は右の奥川、この両投手の投げ合いです。さあ、間もなく試合開始となります。バファローズ、サヨナラのチャンスを迎えました。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で吉田、大きな声援が届いています。第1球ストライク、タイミング合いません。第2球投げた、打ちました、ファール。投球はこれから3球目、インハイ際どい球、ボール。第4球を投げた、打った、痛烈な当たり、サヨナラか。吉田、サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。さあ、本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は4-3、バファローズサヨナラ勝ちでした。京セラドームをスワローズ、ここはなんとかしのぎたい。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で福田、第1球高速スライダー、ボール。投球これから2球目、打ちました、ファールボール。第3球は高速スライダー、空振り。さあ、4球目スプリットはボール。第5球投げた、これは引っ掛けた、荒木交代、飛びついた、ワンバウンド、ライトバックホーム、福田ナイスバッティングです。スワローズ、なおもピンチが続きます。投げた、打った、強い当たり、サヨナラか、サヨナラか、入った、サヨナラホームラン。今日は安打を放っていますバッターの福田。第1球ストライク、まずは入れてきました、打った、あっと、インフィールドフライ、ファウルグラウンド、キャッチしています。第1球投げました、打った、流し打ち、二塁送る、セカンドフォースアウト、セーフ、ダブルプレーはなりません。スワローズ、なおもピンチが続きます。第1球投げました、高速スライダー、見送ってストライク、
投げました。おっとこれ当たった、デッドボール。今日3三振の杉本、ここまで3打席連続三振。初球から打ってった、鈍いゴロ、一塁へトス、アウト。試合終了です。スワローズ2点差で逃げ切りました。さて今日のヒーローは勝利投手の奥川。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は3対1。おめでとうございます。京セラドーム大阪です。オリックスバファローズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は左の宮城、対するスワローズの先発は左の高橋、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。第2球投げた、2球目ストライク、もう追い込んでいます。投げた、打ちました、三遊間のゴロ、村上掴んだ、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは4番杉本、今日はここまで3打数2安打。投げた、初球に送ってストライク、まずは決めてきました。投げた、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投球はこれから3球目。打ちました、センター前に出る、取りました。さあいよいよあと1人、先ほどからレフトに入っています小田。スタンドからは大きな声援が上がっています。第1球決まってストライク、初球ストライクから第2球投げた、打った、左中間へのフライですが掴みました、ゲームセット。高橋見事な完封勝利、スワローズ2点差で逃げ切りました。勝利投手は高橋、対戦投手は宮城でした。さて今日のヒーローは見事完封勝利を収めた高橋、本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました。バッターは9番足立、ひときわ大きな声援が聞こえます。第9初球空振り、いきなり150キロ。第2球またも空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、打ちました、山田ボールを掴んだ、アウト。バファローズなおもチャンスが続きます。打順はトップに帰って福田、最初のバッターボックスはピッチャーライナーに倒れています。初球空振り、初球空振りからこのボールも空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げました、流し打ち、ヒット、エクマヒットになる、バファローズ先制、1対0。勝利しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。
いスコア期待しています。東京ドームです。東京ヤクルトスワローズ対オリックスバファローズ、この試合の模様をお送りいたします。スワローズの先発はエースの小川、対するバファローズの先発は左の田島、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。第9投げた、危ない球。さあ次の投球、ファルチップ振っていきましたがかすっただけ。第3球を投げた、打った、これは強烈、入れば逆転だ、伸びた、伸びセンターに上がった、ホームラン、逆転ツーランホームラン、スタンドへ突き刺さった、ツーシームを完璧に捉えました。素晴らしい一発をベンチも祝福。スワローズ1点差で逃げ切りました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は5対4。東京ドームです。右バッターボックスには山田、第9投げた、打ちました、初球打ち、右中間へのフライですが掴みました、ボールは中継、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。第9投げました、1球目ストレート空振り、少し迷ったか、投げました、2球目ストライク、これで追い込みました、投げました、打ちました、次が4球目、投げました、見送ってボール、投球これから5球目、ボール、第6球を投げました、打った、1、2塁間の当たり、破った、ボールは中継、村上いいバッティングを見せました。バファローズ同点のピンチを迎えます。投げた、初球を打ちました、 T 岡田掴んだ、 T 岡田ベースを踏んでツーアウト、バファローズなおもピンチが続きます。投げた、危ない球、第2球投げた、打ちました、第3球を投げた、打ちました、ファール、追い込んで投げた、流し打ち取って、これで3アウトチェンジ。バファローズこの回2アウト、バファローズ1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローは吉田、本当に今日は大活躍でした。おめでとうございます。頑張ってください。東京ドームです。東京ヤクルトスワローズ対オリックスバファローズ、このゲームの模様をお送りいたします。スワローズの先発はベテラン石川、対するバファローズの先発は右の山崎、この両投手の投げ合いです。さあ間もなく試合開始となります。麻酔降板、第9投げました、内角高め、ストレートは外れてボール、第2球投げました、決まった、ストライク、第3球を空振り、バッター追い込まれました。次は4球目、絶対痛烈な当たり、センター前クリーンヒット、バックホーム間に合うかどうか、2塁ランナーホームイン、
1点リードを奪いました。スワローズ1点差で逃げ切りました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。これドームです。バッターは4番杉本。第9球初球を打ったライナーセンター前ヒット、ボールは中継、杉本ナイスバッティングです。今日初めてのヒットになりました。第9球初球から打ってったヒット、レフトバックホーム、T 岡田いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。第9球投げた、打ちました、初球打ち、オスナ掴んだ、バファローズついに追いついた。バファローズなおもチャンスが続いています。ランナー2人を置いて迎えるバッターは紅林、大きな声援が届いています。第2球打った山田バックセンター前のヒットになります。センターバックホーム、バファローズ土壇場、ここで勝ち越しました。バファローズ貴重な1点。バファローズ2点差で逃げ切りました。東京ドームです。東京ヤクルトスワローズ対オリックスバファローズ、この一戦をお送りいたします。スワローズの先発は右の原樹里、対するバファローズの先発は左の山崎、以上の両先発。さあ間もなく試合開始となります。大西降板、右のマクガフ、今日6人目のピッチャーとして登板です。今日は配球にも注目したいと今日は配球にも注目したいと思います。あっと行った、入った入った、ホームラン、大打球だ、レフトスタンドに叩き込んだ、ストレートを狙い打ち、代打の一振りで勝ち越し。さあチームメイトからも祝福を受けます。バファローズ1点差で逃げ切りました。本日のヒーローはジョーンズ。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は6対5バファローズ僅差で勝利しています。勝利投手は山岡、敗戦と東京ドームです。東京ヤクルトスワローズ対バッターは3番山田、これが4度目のバッターボックス。第9球投げました、打った流し打ち、打球はライト右へヒット、ライトバックホーム、ホームイン、スワローズ点差を2点に縮
球を置いて迎えるバッターは村上。今日はホームランを打っています。まずは一塁牽制、一塁タッチセーフ。第1球チェンジアップはストライク。1球目空振りから見送ってストライク。バッター追い込まれました。第3球を投げました。外角高め、ボール。投げました。ストレートはボール。第5球投げました。ボール。第6球を投げた。変化球、空振り三振。低めの変化球にやられました。バッターは5番サンタナ。投げた。ボール。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。第2球投げた。打ちました。一、二塁歓迎。太田ボールを掴んだ。スワローズさらに1点を返しました。右バッターボクサー6番中村。今日はここまで3打数1安打。投げた。逆らわずに右へ。 T 横からバックライト前ヒット。山田三塁回った。スワローズここで追いつきました。5対5。バッターは7番オスナ。今日はここまで3打数ノーヒット。投げた。パワーカーブはボール。まずは外角高め。第2球投げました。外角高めいっぱい、ストライク。第3球ストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。危ない球。第5球投げました。危ない球。第6球をランナースタートを切った。ボール。フォアボール。この回3人目のフォアボールです。第1球ボール。まずアウトコース低め。第2球ボール。内角低め。第3球を投げました。チェンジアップはボール。第4球を投げました。2者連続のフォアボール。これで塁が埋まりました。バッターはピッチャー大西。第3球を投げた。3球で空振り。バッター追い込まれました。追い込んで第4球を打った。ファール。第5球投げた。打ちました。レフト前に出る。これがヒットになる。スワローズここで勝ち越しました。スワローズ貴重な1点。さよなら勝ち。スワローズ見事勝利です。ヒーローは青木。本当に今日は大活躍でした。ご覧いただきました一戦は8対7、スワローズサヨナラ勝ちで試合を決め。おめでとうございます。はい、ホットモットフィールド神戸です。オリックスバファローズ対東京ヤクルトスワローズ、この一戦をお送りいたします。バファローズの先発は右の山本、対するスワローズの先発は右の高梨。この両投手の投げ合いです。さあ、まもなく試合開始となります。バッターはトップに帰って福田。第9球一塁ランナー二塁を蹴って三塁へ。福田いいバッティングを見せました。今日これで5打数3安打。さあ
バッター宗、ひときわ大きな声援が聞こえます。第2球投げました。2球目空振り、伸びのあるストレート。第3球を投げました。打った、流し打ち、アルボー。第4球を投げました。打った、西浦バック。三塁ランナーホームに帰ってくる。まずは同点。もう一人帰った、宗、タイムリーヒット。バファローズなおもチャンスが続きます。バッターは3番吉田。バファローズ最低でも外野フライが欲しい局面です。打ちました、ファール。第2球投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、打った、ファール。第4球を投げた、打ちました、これはキャッチャー間に合いません、ファールボール。投げた、打ちました、ファールボール。さあ6球目、ボール低め。さあ7球目、ボール。第8球はボール。投げた、流し打ち、どうだ、サヨナラか、サヨナラ、サヨナラ勝ち。バファローズ見事勝利を収めました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきましたように3対2バファローズサヨナラ勝ちで試合を決めています。勝利投手は吉田、敗戦投手はマクガフ。おめでとうございます。ホットモットフィールド神戸です。富山降板。第1球投げた、流し打ち、どうだ、打球はライトへ、ヒット。塩見、いいバッティングを見せました。さあ2アウトから勝ち越しのランナーが出ました。渡辺大輝背番号49。第1球投げた、ストライク。内角のボール球にバットが出てしまいました。投球これから2球目、打ちました、打球はセンターへ、センター前に出る、ヒットになります。塩見三塁でストーク。渡辺ナイスバッティングです。スワローズ勝ち越しのチャンスを迎えます。第1球打ちました、初球打ち、抜けた、ボールは中継。スワローズ1点リードを奪いました、2対1。スワローズ見事勝利です。さて本日のヒーローはスワです。無失点の好投を見せました。本当に今日は大活躍でした。お送りしてまいりました一戦は5対1、スワローズ勝ちました。勝利投手はマクガフ、敗戦投手は吉田。スワローズ今日はいい戦いを見せてくれました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、ホットモットフィールド神戸よりお伝えしました。